はい、のんち TV 始まりました。いやいやいや、ピースの拡大自分向き D のんちです。よろしくお願いします。そして本日のお相手は、はい、私ルーナはお月様の女神萌え子です。やってみて、ルナ C、 ルナ。さあ今回はネットフリックスのオリジナルの映画、はい、ね、ネットフリックスといえばもうお金がジャブ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 あると言われていますが、はい、はい、その中でとうとう日本人が、はい、ね、やはり外国の映画の主役をやるというやつ、はい、うん、アースクエイクバード。アースクエイクバード。これなんと、はい、EXILE のね、直樹さんが主役を取ったと。3代目、はい、J ソウルブラザーズ、はい、で僕は最初インタビュー読んで、小林直樹さんですよね、はい、インタビュー読んで、はい、なんかいいなと思ったんですよ、うん、そのエグザイルとしてやっていく中、うん、ダンスうまいよね、うん、ダンスうまいとかわかん、パフォーマーです、うん、うまいとかわかる派、うまいと思う、おお、すごい、うん、なんかそのみんなもうまいと、うん、みんなも努力して努力してるから、うん、自分がいくら努力してもそのダンスとかそのエグザイルの中でそんなに差がつかない、うん、そんな中どうしようかって言った時にこういう感じのことが巡ってきて、うん、よしみたいな、あ、でもう何年も前から英語もずっと勉強してきてて、でオーディションもなんか2年間ぐらいに及ぶある種の末これ、決まった。体もすごいもん、ね、鍛えてるとか、うん、みんなそうなんだけどさ、うん、ザ・ムナイタみたいな感じですもんね。ムナイタって本当は意味ないんだよね。そうなの。胸の肉っていうのはもう、はい、まあ、戦うのでも遅くなるし、うん、あれは結構意味のない筋肉と呼ばれてるんですけどね、見た目用の、あ、そうなんだ。そうそうそう、だから格闘家とかすごい人でもさ、ここに別にない人多いでしょ、うん、あれはなぜかっていうとあれ遅くなっちゃったりするから、多分ダンスとかでも格好のためにこれつけてる人がいるかもしれないけど、そのパフォーマンス的にはもしかしたら遅くなっちゃうのかもしれない、その主役を取って、はい、もうすごいですよね。だって英語力がすごいってやっぱ言われてますもんね。スカイプとかでもその監督とやったりしてみたいなインタビュー読んで、そりゃもうちょっと見ないといかんと、このネット、このネットフリックスフリークの俺としては、はい、日本人がとうとうそこまで行ったから、うん、ね、したらなんとつまんないことに、はい、舞台が日本なんですよ。そこがもう、ね、えなんかもし俺自分がオーディション受けてちょっと手抜きの感じするよね。なんかって、うん、なんか1980年代の日本を、うん、の舞台みたいな、あ、まあね、そこでなんか外国の方と男性そのカメラマンの、うん、となんか三角関係の愛を描くみたいなやつなんですよ、はい、うん、はい、だからなんか なんていうか日本語も結構入ってくるし、でその主役の相手っていうのはその女の人なんだっけ、うん、アリシア・ビキャンデル、ビキャンデル、うん、ね、彼女なんかも結構賞とか取ってる、うん、けど日本語も結構話す役なんですよ、はい、その日本人と恋してるし、日本人に来てる留学生のこのさ、その役だから、うん、なんだけど、なんだか、うん、よくわからない映画の一個になってしまいました、うん、僕の中で、前あれですよね、はい、お外で撮ってる動画で、はい、お外で撮ってるモヤモヤした映画がちょっとあるんで今度紹介したいって言ってたやつですかね。それかもしれない、うん、なんか言ってた、ちょっと言ってた言ってた言ってた、なんかね、わかんないな、何が何だかわかんない。でもクリスタル K さんもこれ出てるんですよね。あ、出てる、ね、出てる、そう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 、歌手役でね、で80年代の踊りだからさ、うん、この直樹さんの良さ、良さ出てんのかな。80年代にさね、ね、そんなすごい人いなかったらしさ、うん、なんか80年代っぽく踊るしさ、なん
んかこう男の人とか女の人と向かい合ってこうなんかこんななんかこんなやってさあうまいうまいそういうのだしさ、うん、なんかディスコみたいなシーンとか出てきたりとか、ね、なんかすごいね、うん、誰か見てだからそのつい1週間2週間ぐらい前これ2週間3週間前ぐらいだっけ、うん、その公開日したのがだからその頃見て、うんうん、みんなどう思ってんだろうと思ったんだけど、うん、どう思ってるかの記事が全然なくてないのそう今あんだろうねもうちょっと経ったからちょっと見たいなどうなんだろう、うんうん、とにかく僕がねその映画ドラマ結構見るんだけど、うん、もう全然分かんなかったこういうのすごい分かっちゃう人いるじゃない。なんか、うん、あれはでそういうの説明ないとちょっと分からない映画でした僕にとっては。なんかなーっていう感じ。まあでも三角関係の話なんですよね。うん、簡単に言うと、ねうん。だからなんか英語が、うん。うまいんだか下手なんだかも分からない。だからこの直樹さんっていうのが演技がいいんだか悪いんだかも俺にはちょっと分かんない。なんか、ちょっと下手じゃんとか、うんうん、そういう感情とかもうない。もうない。うん、あただただ、変だな、これは。なるほど。みたいな。難しいですね。はい。はい、そんな感じでした。気になりますね。はい。でもこれ見てから、ちょっといろいろ怖くなってきましたね。あんだけ大好きだったネットフリックスがちょっとあの、はい、あれですかお色気シーンはあるんですか、うん、映画につけもでもちょ映画につけもでもねそれも興味が湧かないぐらい、うん、一応あるんですよ、うん、はい、うん、それもなんか、ちょっとあんまりエロくもなかったんだよなそうそうお色気シーンがあるとはね、うん、書かれてはいたんで気になったんですけどね、うんうん、なんか全然もうまあそういう意味では全裸監督の方がやっぱ全然すごいし、うん、他の映画でいいのにいっぱいあると思う。あ、うん、なるほど、うん、そんな感じでした。はい、ぜひ皆さん教えてください。アースクエイクバード、アースクエイクバードの、はい、ここはああいう意味なんだよとか、うもう君ちゃんと見てとかさ、なんか教えてほしいもう。ちょっと見てみようかな。見てみ、多分ね、もう一個はすごいわかるんだと思うんだ。見てほしい。はい、うん、わかりました。はい。はい。よろしくお願いします。はい。それじゃあ、またチャンネル登録よろしくお願いします。続きはもう一個チャンネルに遊びに来てね。シュン。また。向某的远方。精彩的世界。有多少人想要？又有多少人敢要？